体なんで警察ごときが大量殺傷能力を持つ攻撃兵器を装備しなければならないんです。警察は市民の権利を守るのであって、市民の安全を脅かしてどうなるんだ。犯罪者の応募を抑えるために市民を犠牲にしたら、今度は警察自身が犯罪軍団になり下がってしまうのよ。わかるでしょう。市長、その議論は3年前の議事録とやってください。いいですか。巻き添えを食らった市民の死傷者の数は、交通事故や細菌中毒死のたかが 5% にも達しておらんのだ。しかも犯罪発生率は 20% も低下しておる。我々タンクポリスの実績として認めてもらいたいものだな。たかが 5% ですね。そういう軽率な発言は我々政治家にとって致命傷になりかねないのよ。所長、あなたは有権者の気まぐれの恐ろしさを知らないんだわ。その気まぐれが3年前にタンクポリスを発足させたんじゃないか。少数の市民を守るべきか、より多くの市民を守るべきか、一体どうしろって言うんだ。市民全員を守るのよ。犯罪者かもしれない市民をも含めてね。マスコミ向けの建前なんかクソくらいだ。あんたは選挙の票に目がくらんで、医者ががん患者の肺の一部を切り取ろうとしているときに、患者の権利だからその血を一滴も流すなと言ってるようなもんだ。それとも手術をやめて世の中ががんに侵されて死んでいくのを黙って見ているつもりか。何も手術するなと言ってるんじゃない。当たり前だ。手術は3年前から始まっとん。私は市長としてノコギリで手術するなと言ってるだけよ。ノコギリ。医者ならきちんと消毒したメスを使って患者の流す血を最小限にとどめるべきよ。戦車が世の中を手術されたんじゃ身が持たないわ。ちょっと待った。医者にタンクを渡したのはあなたたち政治家さんだ。もとも今のご時世ではそのタンクも爪楊枝ぐらいの力しかないがな。爪楊枝ですって。あれだけの殺傷能力を持つ戦車が爪楊枝なら、警察の妥当な装備には一体何が必要だというつもり。そうだな、せめて銃の代わりに原爆ぐらいぶら下げてパトロールさせてやりたいもんだ。原爆。戦争にすら抑止力のある原爆なら、犯罪にだって抑止力があるはずだ。まあ、完全にこの世から犯罪がなくなるわけじゃないだろうがな。本気で言ってるの？無論本気だ。公僕にタンクまで持たせて犯罪軍団と戦えと言ったのはあんたたちだ。タンクポリスを認めた条例が政治の無能をさらけ出した悪法であるなんて鼻から分かってる。しかし悪法も法なり、タンクポリスはその戦いの最前線を常に強いられているのだ。根本的な犯罪対策を考えろとは言わんが、悪法のもとにさえ秩序を望むならもっとタンクをよこせ。わからんのか。これはもう戦争なんだ。
いな。もう早よなんとかしんかい。ブワク、あんた天才やね。痛いの痛いの飛んでゆけ。あら何もそこまでせんでもええやろ。はあ、もうすぐホスピットや。イライラしてんねん。準備できとるんか。バッチリやねん。何がバッチリや。はい、包帯巻かんかい。時間ないで。あいたあいたあいたあった。大層やな。まあ、ええわ。おい、何してる。この病院は何してるやて。これが見えんか。いてぇ、あっ、あっち、だっち、いてぇ。いや、腕がエクセントリースキャンサーらしい。腕がもげる、だっ。え、見たらそこどっちか。緊急キンキンや。しかし、あの、それで腕の中見えるんか。困るんだな、こういうのは。ここは病人とか怪我人が来る病院じゃないんだ。玄関でそう言われなかった？先生、それで中が見えるか聞いとるんや。いや、もうええ、もうええのよ。何も意図ないわ、もう治った。じっとしとれ。じきにもっとよく見えてくる。ところで、ここは完璧に健康な人間が来る病院だって本当に言われなかった？完璧に健康な人間が来る病院？ほら、見えてきた。あら？あら？え？どうなってんだ？それにこのマシンガンは。ほやから治ったちゅうたやないかい、もう。もうええちゅうこっちゃ。最近運の中パトロールに出かけなきゃいけねえんだから。ガンジの仲間を愛せよ。一人で天国に行くよりも仲間と一緒に刑務所に行く方が神は祝福されるぞ。あのね、科学的に言えばね、重力に逆らってバケツが宙に浮いてることがないように、我々タングポリスに逆らうことができた容疑者もね、いないのよ。うおー、下手くそ。もっと強く転がせ。神はイライラがお嫌いじゃ。ああ、ついてないな。おい、お前さんの番だぜ。ある、ほれ、分隊長、いいんですかこんなことして。ねえ、分隊長。おや、警官には教養と同じくらい度胸も要求されるんだ。よし、もっとね、高く振り上げるんだよ。腰を引いて、グリップは雑巾を絞るようにね。かまねえからゲームに決着をつけろ。俺はやつが白状しない方に10ドルかけてんだからよ。わしは5ドルじゃ。よし。あら、あなんだ？なんだお前、そんなとこで何してる？そっちこそいきなり何よ。ここは戦車隊でしょ？そうだ、戦車隊だ。その戦車隊に何の用だ？はい、
レオナ尾崎、白バイ府警隊から新しくこの戦車隊に配属されました。あんたでしょ、私に手榴弾投げつけたの。え、あ、それは、あ、その、レオナって呼んでちょうだい、よろしくね。本当にやりやがった。アトモスフィアポリュージョンの略というこっちゃ。みこれやこれやこれが欲しかったんや。間違いあらへん、これやで。邪魔しんといてな。あれお前たちは包囲された。蹴られはしない。おとなしく銃を捨てろ。捨てるぐらいなら鼻から持たんわ。ブーちゃん、久しぶりの照明付きやね。ハンちゃん、これだけお客ぎっしりやったらやる気出るね。ステップ間違えんとき任しといてな。運転手逃げて迷ったで。あ、しゃあないな、もう。
の3野郎は全部白状しちまったってよ。相当答えたらしい。聞いてもないのに5件の強姦まで認めたって所長が言ってた。でも所長、カンカンに怒っていたわ。いつものことだ、気にすることはない。いつものこと？ある、あなたもあんな拷問をしょっちゅうやってるの？僕がやってるわけじゃない。僕だって拷問は嫌なんだ。拷問なんかじゃない、尋問だ。戦車隊の名誉ある伝統的尋問方法だ。悪に立ち向かうこと山のごとし。本隊長、スワットから緊急援護の要請が入っています。今新米にパトロールのセオリーを叩き込むので手一杯だと言ってやり。我々のすぐ近くだと言っていますが。どうせまた銀行強盗か麻薬船だ。あいつらと来たら何かというとすぐに俺たちに要請しやがる。たまには自分たちで何とかしろ。分隊長、事件なのに行かないんですか？レオナ尾崎、よーく聞け。このニューポートシティでは36秒に1回の割合で事件が起きてるんだ。そしてパトロールの最大の目的はそれを35秒に1回の割合にしないことだ。わかるな？警察戦車の犯罪抑止力のこと？それは実戦を知らねえポリスアカデミーの教科書。じゃあ何？いちいち事件に付き合ってみろ。俺の可愛いスペシャルちゃんが傷だらけになっちまう。実戦では何よりもタンクを愛する心が大切なんだ。タンクを愛する心？オカマ掘られた！オカマ掘られたよ！あんなプーナのアホ、よりによってタンクポリスの戦車にぶつけることはないやろ。せやかて、こんなでっかい戦車がもたもたしとるから避けきれんかったね。悪いのは向こうや。ほうか。悪いのは向こうか。バカ野郎、何しやがる。人の大切なタンクを傷物にしやがって死刑にしてやる。表に出ろ。タンクポリスのブリテン分隊長と知っての追突か。悪いのはそっちや。分隊長がやられた。レオナ、追いかけるんだ。私こんな大きな戦車運転したことないもん。いいから追うんだ。白バイより簡単さ、出発。俺のタンクスペシャル。待て俺のタンクスペシャル、どこ行くんだ。レオナ尾崎、止めるんだ。
くそー、こうなったら最後の手段。ポリスのアホー、覚えとき。この請求書の山を見ろ。しかもブアク一味は取り逃がしてしまって、何が精鋭のタンクポリスだ。この請求書の山を見ろ。しかもブアク一味は取り逃がしてしまって、何が精鋭のタンクポリスだ。ほう、はい。この請求書の山を見ろ。しかもブアク一味を取り逃がしてしまって、何が精鋭のタンクポリスだ。はい。しかし俺はそんな些細なことで怒ってんじゃない。俺のタンクスペシャルをお釈迦にしたから頭に来てるんだ。あれはただのバイオタンクなんかじゃない。鉄でできた本物の戦車なんだ。あれは俺の息子だ。目の中に入れたって痛くないほど可愛いやつだったんだ。わかるか。それが男の美学だ、こだわりだ。でもあんなに大きいタンクは白バイのように小回りも効かないし。うるさい。男の持ち物は原始時代からでっかい方がいいと相場が決まってるんだい。伝統ある戦車隊はお前みたいな小娘の来るところじゃない。福祉課にでも行ってガキのケツでも舐めたろ。そんな言い方あんまり言う。今来たいな俺の方だ。大声出して泣きたいのはこの俺だ。じゃあ勝手に泣け。なんだと？銃は持ってんだろうな。軍隊長、軍隊長。俺が死ぬか、あの小娘が死ぬかだ。軍隊長。そら、軍隊長だろ、お止めしろ。90% の CO かっこ NH2 かっこ閉じてツル。新しい麻薬か。とんでもない、ただのおしっこですよ。ただのおしっこ。まあ、正確に言うと完全に健康な人間の尿ですな。わー、しょんべんだとよ。やってられん、行くぞ。ちょっと待ってくださいよ分隊長。先生、このおしっこは何か価値があるんですか。あの、いや例えばね、何か新しい薬品を作るためとか。まあ大昔はおしっこから窒素肥料を作ってたらしいが、私はそっちの専門ではないので。どうも。完全に健康な人間のおしっこって言いましたね。ああ、時々いるんですよ、そういう完全に健康な人間がね。この病院の目的は彼らを治療し研究することなんですよ。完全に健康な人間を治療する。ふざけんじゃねえ。どうしてです。当然でしょう、分隊長さん。気安く分隊長って呼ぶんじゃねえ。逮捕しちゃうぞ。
天分隊長はバッポホスピットに出かけちまったわい。疲れたか。初日から大変だったからな、レオナ。簡易マスクはつけといた方が身のためだ。私何も。分隊長だって分かってるさ。ただ子供のように可愛がってたからな。私が壊しちゃったのね。分隊長は結婚してるの？やつは戦車隊と結婚した男だ。そしてお前さんは自分を責める必要はない。戦車は好きか？多分ね。警察は好きか？多分ね。オッケーだ、レオナ。お前さんは戦車隊が好きになるだろう。多分ね。素直でいい子じゃ。一ついいことを教えてやろう。あのヤブ医者野郎、難しい言葉使いやがって。結局何のことだかさっぱりわからなかった。くそ。あのね、こういうことですよ、分隊長。この細菌群の中で生活している我々は完全に健康な人間ではないというわけです。俺はどこも痛くないし苦しくもない。それでも奴に言わせれば俺は重病人なんだろう。しかも奴は重病人の俺を治療せずに完全に健康な人間の方を治療するとほざきやがった。医者が健康な人間を治療してりゃいいなら、俺たちお周りが銀行強盗したっていいわけだ。我慢してるんだ。俺だって一生に一度ぐらいは銀行強盗してみたい。何わけのわからんことは。分隊長、いいですか。つまりね、我々が重病人でありながら痛くも苦しくもないのはこの細菌運に対して免疫を持ってるからです。免疫、パスツール、息子、んでもって注射、わかるでしょう。牛だろ、それぐらい知ってる。わかってるじゃないですか、分隊長。だからね、我々は全員すでに病気にかかってるんです。あの細菌を少しぐらい吸い込んだってなんともないのは、まあ、すでに何世代も前からみんな病気にかかってるからなんですよ。簡易マスクやスチーム消毒なんてほとんど気休めに過ぎない。あのヤブ医者野郎が健康な人間を治療するって言ってたのは？それはね、我々全員が持ってるはずの免疫を持っていない人間がいるってことです。なんで持ってないんだ？なんでってね、いや、それがわからないんですよ。ただね、免疫を持ってないってことは病気にかかってないってことだから、まあ、本来なら健康なんですね。本来なら健康？どういう意味だ？わかりません。でもね、何らかの方法であの細菌を完全にやっつけることができたとしたら、その時は免疫を持っている我々の方が本当の重病人になるってことかもしれません。あのヤブ医者野郎はそんなことを言ってたのか？だと思います。見直したぜ、メガネ。お前は天才だ。ちょっと分隊長、誰だこんなもん床にほっぽっといたのは。あれ、これは俺のタンクスペシャル。分隊長はこんなところで何をしてるんですか？それはこっちのセリフだ。お前たちこそ何してる？神父のグッドアイデアですよ、分隊長。グッドアイデア？何？俺を墓穴に送る相談か？お前さんならとっくに墓穴に入っとるよ。戦車と一緒にな。タンクスペシャルのまだ生きている部品を使ってレオナ専用のミニタンクを作ってやるんですよ。え？名前も決めたわ。ボナパルトっていうの。素敵でしょ。
ボナパルト？そう、この戦車に不可能の文字はないってわけ。スクラップから作るんだから予算を圧迫することもなかろう。素敵だな。それも勝手にぶっ壊して俺のスペシャルちゃんの部品を使うた。最高だ。あくまでも思いつかんだろうよ。くもってる。俺たちが難しいおしっこの話で苦労してる時に、ルンルン気分でプラモデルの戦車を作る相談か。優秀な部下を持って俺は幸せな分隊長だよ。プラモデルじゃないわ、ちゃんと動くもの。動くだろうとも、動くだろうとも。おいメガネ、すまんがもう一度あのヤブ医者野郎の病院に行っておしっこの件を探ってきてくれんかな。分隊長様はプッツンだ。わかりました分隊長、行ってきます。レオナ尾崎。はい分隊長。プラモデル作りが終わったら児童福祉課に行くんだぞ。わかったな、レオナ。でも、分隊長。いいか、これは命令だ。
険濃度、危険濃度。ニューポートシティ上空で細菌粉の濃度が異常に高まりました。市民の皆さんは外出を控えてください。市民の皆さんは外出を控えてください。細菌粉での中毒死に関して当局は一切関知しません。細菌粉での中毒死に関して当局は一切関知しません。金が欲しいだと、くれぐれも騒ぎにならぬよう申し付けておいたはずだ。しかもしくじりおったくせに金をよこせと申すのか。もうちょっとやったのや、ほんまにもうちょっとや。ほれ、お前らもちょろちょろせんとご家老様にちゃんと説明せんかい。せやせや、もうちょっとやったわ。せやこの傷が証拠よ。言い訳するな。どうしてもあれが必要なのだ。ご家老様のようなお人がなんでまたあんなおしっこ。そこまで知る必要はない。お前たちは言われた通りにすればいいのだ。はいはい。でもわしらかって一生懸命やったんや。それを最後の最後でタンクポリスのアホどもが邪魔しよってからに、そろばん違いや。わしらタンクポリス出てくるなんて聞いとらん。そんな準備してへんかったんや。タンクポリスか。厄介なことになった。タンクポリスがなんや。戦車持ってるだけやないか。うちらかてあれだけのもん使うたら何でもしてみせるわ。せやせや、親方様に言うて最新ウェポン都合つけてな。せやせや。親方様にそんなことが言えるか。でも待てよ、武器なら何も政府のものを使わなくてもブラックマーケットで。いや、そんな大金持ってたらわしら何もこんな痛い思いせえへん。タンクポリスか。よかろう、足のつかぬ武器をこちらで用意いたそう。なんとしても今一度あれを手に入れるのだ。はい、やだやつ、いいだ、使うわ。で、見たいがな。いや、あお、芝居の時とちゃうやで。そない乱暴に扱うな。うん、大げさよ。大げさやない。わしはお前らと違ってデリケートにできとるんや。ご家老、足のつかん最新ウェポン都合つけたるて。そりゃいい、暴れたろやないけ。今に見てみ、わしは親方様の計画の尻尾つかんで思いっきり業産金絞り出してる。そしたらこんな生活とおさらばや。ブアクーステーキや、けどなんであんなおしっこが必要なんや。辛抱辛抱。じゃ、またタンクポリスのおまわりさんか。さっき全部話したじゃろ。帰ってくれ。それがね、どうも分隊長に言わせると、あいつには何を話しても無駄じゃ。理解するおつむがない。で、今度は何を聞きたいと言ってるんだ。もちろん例のおしっこです。先生、取引しませんか。取引？つまりね、こういうことです。ブアク一味はあのおしっこを盗もうとして失敗した。そうですね。そうじゃ。そして飲み食いする以上、あのおしっこはまたたまる。あれと同じおしっこを扱ってる病院は他にもあるんですか？あるわけないじゃろう、この病院だけだ。ということはね、目的はわからないけど、ブアク一味がまたここを襲ってくるということです。それは困る、断じて困る。そこで私たちがこの病院を守ってあげましょうかと言ってるわけですよ。それでこっちは何をすればいいんだ？何を研究してるんですか？それは言えん。しょうがないな。じゃあ私は署に帰りますわ。待て。取引は嫌なんでしょ？研究についてはある条例があって話すわけにはいかんが、おしっこについてなら話すことができる。じゃあおしっこについて話してくれれば結構です。あのおしっこは何ですか？本当に守ってくれるな。24時間体制で戦車を1台護衛につけさせます。よかろう。おしっこをバカにしちゃいかんと君のボスに言ってやりたまえ。
昔も今もおしっこは健康のバロメーターだ。特に今日においては、口にした物質と出てきた物質の差異を調べることによって患者のすべてを知ることができる。尿に含有される成分や異常物質の混入を知れば、腎臓やその他の臓器のメカニズムさえ解明できる。腎臓のメカニズムなんかもうとっくに分かってるでしょ。ここでは肺のメカニズムを調べておる。肺？はい。特に細菌に侵されてないある種の突然変異などによって生まれる健康な人間のおしっこは、その特殊な肺機能のメカニズムの解明にはなくてはならん対象となる。つまり。選ばれちゃるで。ゾクゾクする。止まらんかいかエクスタシアン。行くで。早く来てえな。ドボンコツや。何やすんかウェポンや。エクスタシー消えてしまった。こんなんでタンクポリスとやり合え言われてもしゃっぱりわーやーや。なんやこれ。あ、えらいぎょうさんあるな。なんじゃろ。手入れや。落ち着いて手入れやな、ご家老様や。ブアク、その二つの兵器を都合つけるには大変苦労したぞ。じゃあ、そやかてご家老様、文句言うわけやないけど、これはちょっと情けないとちゃいまっか。見た目にはスクラップ同然だが、中身は超一流だ。パトロールタンクなど目じゃない。なんでや、うちらかてかっこいい戦車でかっこよう暴れたいわ。スーパーウェポン欲しい。そんな真似してみろ、軍隊が出動してくるぞ。お前たちはいいかもしれぬが、軍隊に出てきてもらってはこちらが迷惑。写真がはご家老様や。そのためのカムフラージュだ。いいな、今度こそしくじるなよ。何としてもあれを手に入れるのだ。任しときなはり、安城おしっこでも何でも手に入れてきてみせますわ。ご家老様、これなんや。ん、それはアハンだ。なやさらなんや。何
行くで。対戦車じゃないだ。爆薬スキャン反応なし。プラスチック爆弾スキャン反応なし。ただのバイオプラスチック版です。クソ、脅かしやがって。 圧力反応式バイオ形状記憶プラスチック略して。あはん、バケプラ。あはん、バケプラ。タンクポリスも亀さんやないけても足も出えへん。だっかくそ。わいらこれから一仕事や。邪魔せんといてや。
ええー、こしてたら土産買うてきたるで。喧嘩せんと待っときや。ほな、さいなら。本隊長どうします？決まってる、追跡だ。でもどうやって？キン、わからねえのか。俺たちは栄光の戦車隊だ。誰か誰かおらんか。やったー、いいぞいいぞ。ほら、お前たち、こんなところでニャンニャンするんじゃない。所長、誤解です。できちゃったんです、所長。ん、できちゃった。完成したのよ、ボナパルトが。ボナパルト、ん、なんだこりゃ。それどころじゃない。ブリテン分隊長との連絡が途絶えた。え、なんですって。他のパトロールタンクとも交信できん。まさか全滅。うん、ある、出動よ。え、だってパトロールタンクは1台も残ってないってば。グズグズすんじゃない。だって、まだテストもしてないのに壊れちゃうぜ。もっと落とする栄光の戦車隊はブワーク一味を追跡中だ。ブワーク一味はどこ。奴の目的はおしっこに決まっている。どう、いいプラモデルでしょう。弾は撃てるのか。マーチもちろんよ。それじゃロッケロ。あら、私これから自動福祉課に行く途中なの。バカな上司の命令でね、ブワク逃げちゃうかもね。警官を脅迫するのか。取引よ。どうやら戦車隊のルールを身につけたな。あの命令取り消す。負けた。やっほー、素敵。やろうとも、全速力でついてこい。俺は先に行ってる。なんやバーク、話が違うとるやんけ。なんでここにパトロールタンクおんねん。知るかい、あのパトロールはわしが引きつけとくよって。お前ら早おしっこ取ってきや。人づかるやかも。ブタ長、ブタ長、こちらリトルエンジェル、コード B7、襲撃されてます。ダメだ、通じない。うわっ、こら、くそ、右160度、回り込め。右160度、障害物あり。
そう俺が持った。何でもいいから回れ。ありゃ、おもろいやんけ。よし、ポリスがあんな勝手しとるんや、わしらも負けられへん。突っ込め。やめろ。市長が泣いて喜ぶな。所長も円形脱毛症ですよ。おお、それとどめや。戦車隊破れたり、あった。あれは何や？ちっこいのがもう一台おるで。あれ？なんやそんなプラモデルでわしらとバトルを機械？ケツかゆいな、受けたるわ。Let's go.
て飛車取りや。おしっこ大丈夫か。ほれ。にやった、ブアク。約束の報酬はそのトランクに入っている。約束通りや、間違いあらへん。この次もよろしく頼みますわ。その時はまたこちらから連絡する。そやけどそのおしっこは何ですねん。もう話してくれても害はあらしまへんやろ。ご家老様のもんや。コードネームはグリーンピース。グリーンピース。詳しいことは私も知らされていないが、そのプロジェクトになくてはならぬ情報が含まれているそうだ。ご家老様なら手持ちの兵隊がぎょうさんおるだろうに、なんでわしらに頼んだんでっか。お前たちが金のためなら何でもするただの悪党だからだ。あんやて、もういっぺん言うてみ。命ないで。そういう意味ではない。祭りごとの世界にはもっと悪どい連中がいる。手持ちの人間を使えばそういった連中に秘密が漏れてしまう危険性がある。秘密は守られなければならん。決体な世界や。同感だ。もうええ、わしらも行こう。お前らの行き先は刑務所だ。お化けや。人間はすごい、死んでも出てきよる。人間のお化けは爆弾持って出るんか。俺のタンクスペシャルは本物の鉄でできてたんだ。やわなプラスチックなんかじゃない。うわだからこのボナパルトはあれぐらいの炎では火傷もしないの。ほな、うちらを尾行してきたんか。ポンピーン。ぐー、あんなプーなユニプーマ、よう見とき。これが人間のずるさや。これが人間の汚さや。人間の知恵や。貴様らを逮捕する。やじゃ。レオナ、こいつらがちょっとでも動いたら容赦なくぶっ放せ。その方が判事も楽になる。命令ですか。ああ、命令だ。了解、分隊長。また取り逃がした。その結果が請求書の山。こんなことなら初めから彼らの狙ったおしっこをくれてやった方がよっぽどマシだ。市長殿、犯罪に対しては山のような断固たる態度で取り締まる。お黙り。ただかチンピラどもを逮捕するために病院を丸ごと破壊してしまう警察がどこにある。所長、なんとか言ってくださいよ。わしは聞かれた。わけに港の建物まで壊した。お前たち戦車隊はチンピラ以上の悪党だ。いや、悪党以上の合法的犯罪者だ。できるもんなら戦車隊全員の首にこの手でロープをかけてやりたいぐらいに極悪人だ。黙っていい子してりゃいい気になって。すでに戦争なのよ。国と国との政治戦争なんかじゃない。ジャングルのゲリラ戦争なんかでもない。誰が敵で誰が味方かわからない日常生活を舞台にした犯罪戦争なのよ。それに目をつぶってんのはあんただけじゃないの。バカだれ。
あの小娘、若いのによくぞ言った。我が戦車隊の立派な隊員であります、所長。ラストオークションに移らせていただきます。プログラムナンバー308、イノセント、制作者不詳。80年前の健康な世界最後の作品です。セザビーズのリクエストプライス7億ドルより始めさせていただきます。はい、8億ドル、8億ドル、はい、9億ドル、9億ドル。他にどなたかおられませんか？はい。ではイノセントは9億ドルで仮落札されました。1週間のクールダウン期間を置いてイノセントは9億ドルで本落札されます。
ワーク、なんでこんなバッチリ仕事せやならん。せや、もっとおいしい仕事いくらでもあったんや、なんで断った。麻薬の密輸もうまい話やった。役人の持ちかけてきた造幣局の襲撃も食べたい話やった。ご家老様亡き後の親方様に取り繕うのも楽できたはずや。男には銭勘定なしでやる仕事が3つあるんや。1つはライフワークいうもんや、2つは義理や。そうな、これはライフワークか。それは大切に温めとる。んなら、これは義理仕事か。わしらには義理も人間もあらへんのや。そうな、一体何や。9億ドルか。いたー、何するんや、いきなり。銭勘定なしでやる3つ目の仕事や。ぐちゃぐちゃ言うとらんで悪事に専念せい。はようこがんかい。ブワク、ちょっとおかしいわ。ちょっとやない、いつものブワクやらへん。ああ、なんや。ここや、ここに間違いないわ。万が一や、なんかあったら24時間後に例の地点で待ち合わせやで。いいな、な。ふーちゃん、24時間後やって時計持っとるか。持っとるわけないねん。あんちゃんは持っとるわけないねん。あ、細かいこと言いこなしや。せやせや。長らくお待たせいたしました。大諸君、ショータイム。ではご紹介しましょう。レオナ・オザキ。はい、みんな乗ってるかい。こいつは私が逮捕した役の売人なんだけどさ、なかなか口割ってくんないのよね。殺せ殺せ、つまきにしてドブ川に放り込め。麻酔なしで生態系面白い。いやいや、てめえら、こんな真似しやがって。それでもポリゴーなのかよ。容疑者にだって人権や黙秘権があんだぞ。どこにあるんだよ。見たことあるか、メガネ。原宿あたりに売ってんじゃねえの。ラストチャンスよ。聞きたいのは麻薬コネクションのルートだけ。素直に白状したら、俺は国家権力なんかに負けやしねえ。わあ、素敵。おお、偉大なる神よ、罪なきタンクポリスの隊員を許したまえと。いいぞレオナ、40秒だ。あぶ、開花ぶっちゃいけないよ。やつはせいぜい20秒ってとこだな。1秒につき1ドルのレートだ。俺は15秒にかけたぜ。神様は25秒じゃ。あたし30秒。いい子だからあんた30秒ぐらいは我慢するのよ。いいわね。よーい、スタート。5秒経過、10秒経過、15秒経過。終わったぞ。これで家へ帰って風呂へ入れる、浮気ができる。殺してやる、釜茹でにしてやる。バイタン。トップテン。所長、今の私じゃありません。だってずっと所長の手伝いをしてたじゃないですか。ここでね。じゃあ今の爆発は、あの小娘。
朝までねんねしときやね。ぎあら、どったの？今年のバカンスはまたコートダジュールなの。昼はテニスと水泳、そして夜は退屈なパーティー。これ以上もつまんないわ。あなたはいい方よ。私なんかお父様の選んだ相手とお見合いばっかし、お嬢様は悲しい運命なんだわ。うん、どうほー、ご令嬢やお嬢様がそんなドキンキンゴテゴテするか、お里が知れるわ。第一わしらそんなしに来たんとちゃうで。もっともっとな、高尚な目的があんのや。うっ、ほっといてな。これは女の子の夢や、メルヘンよ。仕事の余力や、夢の実現やね。何が夢の実現や。いいから早いイノセントを探せ。それならもう終わった。あい、高尚な仕事は完了した。これがブアクの絵や。おお、ははははこれや、これが本当のわしの姿や。へその下のほくろまでそっくりやで。あれが9億ドルやて。アホや、こっちの方がよっぽどええ。悔しいわ、ブアクのヌードが9億ドルやて。気色悪いだけやね。なしてなして、うちらのヌード誰も買うてくれんねん。あ、しまった、ちょっと安売りしすぎたかな。9億ドル。初めて見たわ。金で雇われる施設部隊のエージェントや。いくら本人といえども、そのイノセントはダメだ。我々が守っている。置いていけ。いや、じゃあ冗談じゃないで。ぐーっていた。他の物品は任務の対象外だ。くれてやるから、その絵を元の場所に置いてさっさと失せろ。あんちゃん、良い絵か。先からできたるわ、プーちゃん。ほな、行きまひょか。はいほー。大丈夫だよ、レオナ。最近運はまともに吸い込んだらやばいけど、ちょっとぐらいなら平気さ。分かってないわね。私のボナパルトの前で爆発したのよ。かわいそうに、痛かったでしょ。こんなとこに傷がついてる。ちくしょう、よくもやったな。気が利いてんじゃない。ちょっと借りるわよ。ボナパルトの仇だ、くらえ。なんでも白状で、うくら、やめてくれ。もう、遅い。なこと、聞くか。これこれ、レオナ、やめんか。戦車と人の命と、どっちが大切だと思っているんじゃ。戦車。神を喜んでくだされ、あなたの子羊は完全にタンクポリスしてますぞよ。レオナ、ボナパルトの傷は僕が治してやるよ。本当？アル、本当に治してくれる？任せなさい。レオナ嬉しい。よいしょっと。アル、あなたって本当に優しいのね。今度夕食一緒に食べに行こうか。いい店見つけたんだ。素敵。そのお店の駐車場屋根付き？もちろん屋根付きだよ。よかった。どうして？だってボナパルトに風邪ひかせたくないもの。あ、
ち、わけもいいよな。俺なんざ一緒に飯食う相手は20センチもあるゴキブリちゃんだぜ。もう私なんかおしっこの化学方程式と一緒ですよ。暗いな。せめて食事の相手は聖書に変えたら。あら、やろうとも緊急事態だ。まあまあ焦るな分隊長。この町は36秒に1回は緊急事態なんじゃよ。特別な緊急事態だ。いつだって特別な緊急事態だ。本物の緊急事態だ。36秒に1回本物の緊急事態だってか。このバザーイ。いやー、てめえら、あのブアク一味だ。これ以上同じこと言わせたらぶっ殺すぞ。ブアク一味。そうだ、そのブアク一味がセサビーズのニューポート支店でまた戦争を追っ始めたという通報だ。セサビーズってあの有名なオークションの超高級美術品ばっかし扱ってる。そうだ、金目のもんがどっちゃり込んだぞ。どうだ、ゾクゾクしてくるような緊急事態だろ。え祭りだ祭りだ。パーティーだぜパーティー。やろうども、早く上に登れ。やるぞ。セサビーズにあり。わしに当たったらどないするねん。敵はあっちゃで。だからポーチに撃ってるやないか。うろうろしとると死ぬでブアク。こっちはないんじゃ、あっちゃ、あっちに撃て。あっちに撃つんか。うわー、もういい、もういいがな。今度はあっちやなくてわし撃ってみーな。今度はブアク撃つんか。アホー、同じやないかい。ほんと同じやね。ハンちゃん知ってたか。知ってたんよ。いやー、知ってて撃つな。仲間割れしとる場合やないで。ブアク、ここはうちらに任せて、はよ逃げ。レッドコマンド倒したら例の地点で合流や。バイオ団子持っとるな。バイオ団子持っとる持っとる。なんかおたらそれ使うんや。食材はうちらしか持っとらさかい。使い方間違えるんやないで。分かっとる。ほな悪いが先行かしてもらう。あっちょちょ、あーこれやこれや。まあこれ忘れたらあかん。おや、なんや。じゃやってるやってる、間違いなくブワク様がスワットだ。中で戦ってんのはスワットの連中でしょうかね。バカ言え。これがスワットどもに手に負える仕事か。じゃセサビーズの警備員たち、まさか。よしレオナ、その豆タンクで中を撤去してこい。ブワクとやり合っているヒーロー様が誰だか調べるんだ。5分待っても連絡がないときは
俺たち全員が突入を敢行する。いや、7分後だ。いざ！了解！アル、行くわよ。オッケー。分かってるよ。でもこんな状態じゃ絵や彫刻を踏みつぶすなっていう方が無理だよ。あら、そんなもん構わないわよ。私が言ってんのはボナパルトに傷をつけないでちょうだいってこと。ギャッ、あっ、ギク。あら、グッドタイミング。またお会いしましたわね。ギタンクポリスの姉ちゃんやないけ。動くと撃つわよ。もっともその傷じゃ長いことないかもね。団子いうもんや、それから逃れることはできんのや。バイオ団子？なんだそれ。レオナ！突撃！分隊長、遅かったじゃないですか。ほぼ探したんだが、レオナの姿はどこにもない。もがくほどそのバイオ団子は食い込んでいくんや。一度知っていたらどんな方法かってそいつから逃げられへんのや。ある時な、わしらの仲間の一人が自分で自分をバイオ団子の実験台にしてみた。いや、そのアホは三日三晩苦しんだんや。エロかわいそうやった。あんまり苦しんださかい、わしはそのバイオ団子を引きちぎろうとしたんや。そしたらバイオ団子のやつ、そのアホのノズをえぐりよった。人でなし、この気持ち悪いの何とかしてよ。取引や。わしら除去剤持っとる。そのタイプ専用や。タンクポリスとも医者のものとも違うタイプや。どうせ死ぬんだったらその前にお前の頭を100回ぶち抜いてやる。そんな役に立つんかい。わしはこの通りやな。わしはあるところまで連れて行くのに手を貸し、そしたらお前も助かる、わしも助かる、お互いハッピーエンドやな。栄光のタンクポリスに悪党と取引しろっていうの？死んでしもったらいい子もクソもあるかい。わしはこの映画欲しいだけのことや。ただそれだけや。ニュースで聞いたわよ。9億ドルもするんでしょ。今度ばかりは金のためやない。じゃあ何のためよ。
取引したら教えてやる。わしはな。ちょっと勝手に死ぬなバカ。お前はそれでも男か。あらほらやられるよ。レオナをほっぽり出したまま自分だけ生き残るとは何事だ。死んでこい。何を言うんですか所長。あるに責任はない。立派にやったんですよあるは。第一、あの小娘をぶっ殺してやりたいって言ったのは所長じゃないですか。それはお前かわいさを持って肉さ100倍ってやつだ。わしは心配なんじゃよレオナが。分隊長、他の手下どもはどうしたんですか。お前はそんなことを心配せんで養生してればいいんだ。何、ちょっと逃げられただけよ。うるさい。バラバラな方角に逃げちったから逮捕し損なったんだ。お前だって一人取り逃がしてじゃないか。そうだった。もっと僕がしっかりしてれば。自分を責めちゃいかんよ。人質になったのが分隊長だったら笑ってますよ。なんだと。でもレオナは。お前なんかやっぱり死んでこい。無理てん。わしだってあると同じ意見だ。ほ、そうですか所長。わかりました、死んできます。てめえらも一緒に死にに行くんだ。死ぬ前に聞きたいことがある。え？なんだお前は。セサビーズに保管されてあったイノセントという絵を探している。暴力警備で有名なレッドコマンド様ですな。破壊された現場にはなかった。ブワクとやり合っていたのはお前らか。絵はどうした。え？イノセントはどうしたかと聞いているんだ。あいにくだがお前らの商売に関わってるほど暇じゃないんだ。特に今は部下の一人が人質になっちまってな。とっとと出ていかんとぶっ殺すぞ。それで十分だ。え、もうおしまいなの。イノセントは無事だ。ただ逃げるだけなら面倒な警官を人質になどしないからな。もう一つ言っておこう。我々の関心はイノセントだけだ。邪魔をしてくれるなよ名物分隊長殿。なんだ今のやつは。奴らは人質の安全なんかこれっぽっちも考えないプライベートコマンドです。きっと絵の飼い主に雇われたんでしょう。そして絵を奪い返すためには何でもするでしょうよ。じゃあますますレオナの身が厄介なことになった。除去剤なんて持ってないじゃないかこの嘘つき。苦しいのはこっちよ。やめてな、わしが何したっちゅうにゃ。やめてな。やめてな。このような実験が果たして許されるのかどうかを判断するのは我々異常心理学者の仕事ではない。君はこの実験の結果を最大漏らさず記録してくれればいいのだ。しかし。いいがね、再起運に汚染されてしまった現代ではもはや地球的規模のプロジェクトなのだ。すでに強制循環呼吸を成し得る生命体のプロトタイプが完成しつつある。問題は単に彼あるいは彼女の精神構造が人類に適合するかということだ。確かに肉体的機能はこの汚染された地上において完璧な呼吸を可能にする一つの完成品となるはずだが、精神的機能といえばまさにまっさらな無菌状態であるわけだ。まっさらな精神的無菌状態。ああ、記憶も教育も経験も全くない完全空白の状態にある大脳のことだ。肉体を維持するために食物を必要とする行為を強制する大脳が食物を必要としない閉じられた循環系による肉体を持った時、その精神を維持するために一体何を必要とするか。
では、その回答へのデータ提供が。我々の仕事だ。最も完全な肉体と同時に生まれたばかりの真っさらな精神を持った人間などいやしない。かといって、プロジェクトのメインプロトタイプで実験するわけにもいかん。そこで、これらダミーを使って実験するわけだ。人間にそっくりなダミーたち。ああ、しかし精神は白紙の状態だ。バイオチップで人間の成人大脳を再現してあるとはいえ、記憶経験はこれから我々がインプットするわけだからな。精神構造を一から想像するという偉大な実験の前には、強制循環呼吸生命体プロジェクトなど飾りに過ぎない。我々異常心理学の本懐である人間精神の探求にダミーたちも心よく協力してくれるはずだ。もっともそう思う精神を我々が作り出せばいいわけだが、ダミーたちには申し訳ないが、自分たちの置かれた立場を理解し抗議する機会も精神もない。しばらくはいいけど、長くは持たないわ。わし、寝言言いよったか。わけのわからないこといっぱい言ってたよ。それより、除去剤なんか持ってないじゃないか。ここにあらへん合流地点で落ち合う手下が持っとる。本当？本当や。取引するか。分隊長、怒るだろうな。わしは人間やない。その傷見たとき分かったよ。人間やないから人間のような嘘つかん。手下が持っとる言うたら手下が持っとる。何してんのさ。持ちにくくてかなわんから。あ、ちょっとまだ取引したなんて言ってないよ。時間がないねん。時間の問題です。今の段階ではこれ以上のことはお約束できません。そうです、この件にタンクポリスの連中が絡んできています。はい、タンクポリスです。
なんや、どんなしたんや。ああ、吸い込まれちゃう。吸い込まれたらわしら粉々やで。ちょっと嫌だよ。何のタンクポリスを舐めた。大丈夫。危機一髪や。いや、わしの大切な映画。
取引もせんで死ぬかもしれん仕事をするのが人間か。さあ、いろんな人間がいるから。わしが死ぬとバイオ団子の除去剤手に入らんとそろばん弾いたんか。そんなこと言うと、もう一度突き落とすよ。なんでや、わし、なんか怒らせることを言うたか。なんでや。いきなり何よ、あいつら。レッドコマンドやがな。レッドコマンド、いました。なに、地下汚水処理場。汚水処理場、こ、こっちだ。よし、行くぞ、やろうとも。レッドコマンドって何よ。レッドコマンドはレッドコマンドやがな。それじゃ分かんないって。分からんわけないやろ、わしら的になってるんやで。うわー、これでも分からんかい。分かった分かった。邪魔をするなと言っといたはずだ。おかげで大事な部下を2名も失った。お前さんとこの小娘が悪党どもの味方をしたもんだからこんな騒動になったんだぞ。挙句の果てに奴らを取り逃がすとは大したタンクポリスだな。俺の部下は悪党の味方をしたんじゃなくて人質になったんだ。お前らこそ民間人のくせして我々の捜査の妨害したんじゃねえか。しかも人質の安全も考えずになんてことしやがる。公務執行妨害でぶち込むぞ。いいか、あのイノセントという絵にはとてつもない価値があるんだ。税金泥棒の脳なしどもは邪魔なだけだ。何を抑えて。税金泥棒の脳なし、ふう。優秀極まりないレッドコマンド様が三人がかりでたった一人のノータリン娘にやられたってか。挙句の果てがこのざまとは優秀なこった。一体いくらもらってんだ。結構赤字出てんじゃないの。部下に与えた命令は絵を回収せよというささやかなものだ。部下は私の命令を守ったに過ぎない。戦車隊を叩き潰せという命令じゃなかったことをせいぜい感謝するがいい。面白い。栄光の戦車隊は今すぐ受けて立ってやる。残念だが本物のバカを相手にするつもりはない。カジ、あんな侮辱を受けたのは生まれて初めてだ。あっしゃー、なんて言い返せなかったんだ。あー、バカ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 。己のバカさに気づいた者はもはやバカとは呼べん。気にするな分隊長。栄光のタンクポリスとしてのプライドが、分隊長としてのプライドが、あんなやつに来い。こうなったら死んでる。死んであいつらの前に化けて出てやるぞ。バカな真似をするんじゃない。どうせ俺はバカだよ分隊長。そんな個人レベルなことより今はレオナを救出する方が先決でしょう。そうだ、その通りだ。戦車隊前進。ブアク大丈夫やろか。ブアク死によったらうちらまたステージで踊らにゃあかんね。踊りは好きやけど裸やすりするの好かんわ。せやけど何も着てへんのさっぱりしてて好きやねん。男のヌードが9億ドルする時代に日給の暗房で客の前に立てるかいな、アホクサ。それにしても何してんのやブアク、遅いな。あんちゃん、うち様子見てこよっか。うん、頼むわ、何人か連れてき。あいやん。
下と合流する場所はどこよ。取引はまだや。どやけしについたか。犯罪者とは取引しない。こんなんなってんのに頑固やって。わしゃ人間やない。頭も体も人間そっくりやが人間やないで。犯罪物かもしれんが犯罪者とちゃうのやで。どっちだって同じよ。いい加減悔い改めて自首しなさい。いや、おかしいわ。死ぬのは恐ろしいか。脅しは効かないわよ。わし恐ろしいわ。ブツのくせして恐ろしがるなっつうの。生意気なのよね。取引もせんといて悪党を助ける人間もよる。何の恨みもないのにわしを背中からかっさばく人間もよる。どっちも人間の仕業やで。どっちもこっちもみんな人間の仕業や。人間人間ってあんたなんか人間に恨みでもあんの。体液足りんよってフラフラしよう。まるであん時とそっくりや。エンドレスの映画見とるようになんだかまた同じ体験しとるようや。こんな感じやった。寝ちゃダメよ。どこよ。落ち合う場所はどこよ。場所場所はわしにもわからん。80年以上も昔のことや。場所なんか知るかい。80年以上も昔。何言ってんのよ。眠るなって。今は昔竹取りの大きなというものありけり野山に混じりて。わかったれ。眠るな。春眠暁を覚えず春あけぼの空は痛く霞みたるによよしろくなるよ。お願いだから眠らないで。昔男ありけりな。マライア、消去するんだ。すべて消去しろ。はい。急げ。やつらがすぐそこまで来ておるんだ。やってます教授。でも二度と再現できない研究成果もあるんですよ。カモン、すべての記録を抹殺するんだ。プライムデータのフェイズ7のみ永久封印処理を急げ。ユニットを抑えろ。消去させるな。やめろ。誰の命令だ。教授。
幸せそうね、もっと幸せにしてあげる。人工知能を使った研究の報告データや。マスターデータは消去されたが、その絵がただ一つのコピーや。どうしてそんなこと。知らんでどないする、わしらの老いたち。そうそう、そのものや。わしら、わしら人間代わりのモルモットや。人間そっくりに作られた人工知能や。そんなにまでした研究の結果がどうして公表されずにこんな形で。それが人間の勝手いうもんや。自分で自分の正体暴こうとして、その正体の恐ろしさに気づいたら、今度は隠そうとしよう。勝手や。そういうわけだったの。それを知っててあんたは。銭金のためやない。しかしその秘密の情報のためでもない。じゃあこんな思いまでして一体何のために。わからん。わからない、冗談じゃないわよ。あんたに付き合って死ぬかもしれないのよ。はっきりしなさい。そう怒るな。手配書の写真は好かんのや。本当のわしの姿写っとらんから好かんのや。けどな、この絵見とると落ち着くんや。なや知らんけど、ふるさとに帰ったような心がスーッとするんや。ふるさと9億ドルがわらわしを安すぎるわ。この絵はわしらモルモットの出生証明書みたいなもんや。だから生き残った最後のモルモットのわしが持っとるべきなんや。出生証明書ね。しつこいな、またレッドコマンドや。猫に小判、豚に真珠、貴様らにはそのイノセントの本当の価値はわからん。わしは猫でも豚でもない、人工知能なんや。さあ正当な持ち主に返してもらおうじゃないか。正当な持ち主やブアクや。くそ、ユニプーマ。ブアク、なんも心配せんでええ
こっちのもんや。そうはいかん、人質の解放が先だ。ヒーローは最後に登場するもんだぜ。レオナ大丈夫か。ある、分隊長ボナパルト。もう何も心配ないぞ、こっちに来るんだレオナ。それがことはそう単純じゃないのよ分隊長。我々の仕事を邪魔すると承知せんぞウスラバカ。己のバカさに気づいた者はもはやバカとは呼ばん。もうそう、バカはそっちだ。二人のおバカちゃん忘れんといてな、うちらもおるんやで。次に動いたやつはその次に動いたやつにやられる。つうことはここは一つ動かざること山のことしか、誰も動くんじゃねえぞ。してこれ以上もう少しや、合流地点はすぐそこなんや、頼むわ。いやほれ熱車のすな、前を見。あ
もうダメ。ダミやない、着いたで。ここが合流地点を落ち合う場所や。え、それじゃあ私たち。そやそやそや、やったんや、よう頑張ったわ。そうか、ここが合流地点か。あれ、レオナ、レオナじゃないか。あれ、所長、どうしてここに。何を言っとる、よくぞ爆を逮捕した。わしはお前が逮捕してくると信じとったんじゃ。逮捕した、これで明日から枕を高くして寝られる。ありゃ、やっぱりここはタンクポリスの真ん前じゃないの。おい、大丈夫か。今の事故で頭を打ったか。早速医務室へ。どあ、なんかあった時の一番安全な集合場所やねん。いや、特に戦車隊の出払った後は安全この上ないわ。ブラク、傷は大丈夫か。あ、フラフラしよる、はよ手当てしてな。任しとき、手は無事なんか。当たり前や、ほれこの通りやで。ほな、長いは無用や、引き上げよ。いや、忘れとった。なんや。この娘にバイオ団子の除去剤渡してやれ。なんやで。ブワク、頭強打ったんとちゃうか。あの娘はただの娘やない、タンクポリスの隊員やで。ええから渡しや。取引なんかしてないよ。頑固な小娘やで。それが除去剤や。気持ちがスッとしたわ。さあ行くぜ、グズグズすな。イノセントは確かに返していただいた。さらば。ブワク、取られてしまったやないか。いや、取られてしもうた。どうする。わし、吹っ切れてしもうた。もうええわ。やってもええか。好きにしや。あ、わしもう痛いわ。わし、よう分かったんや。誰も昔の自分には戻れへんちゅうことやな。タンクポリスのもんはあたいのもん。ああ、それはまだ発表しちゃダメだ。かまへんかまへん。あれ、おっと。ああ、また一般市民から苦情が。こんなものにどんな価値があるというのだ。祭りごとの世界も不可解よの。コードレッドワン、任務完了。見つけた、ランチャーセットアップ。ああ、やりおった。あれは夢やったんや。夢や、夢や。
夢？グリーンピース、あら夢あらへん、何ボケってしとるねん、ついてきや。どうなしたっちゅうの。ええから早来い、夢やないや。次の仕事か。なんや、変な匂い立ち込めてるけど、お嬢様の来るところやらへんな。ブワク、なんやねんここ。はよう帰って傷の手当てせんと。間違いあらへん。ん？間違いあらへん。あら夢やなかったんや。確かにわしはあの中にいたんや。と裏返しのポーズしとる。わしの本当の姿。
心配したぜ。私のボナパルトちゃん会いたかったわ。心配してたのよ。大丈夫だった？怪我しなかった？チェ、なんだってんだよ。腐ったね。あんな豆タンクぶっ壊せるからな。この手でもくっちゃくちゃにかね。裏切られた無心の心は悪魔のささやきとなって人を暴力と犯罪に走らせるか。ボナパルトちゃん、可愛い私の天使ちゃん。バカったれ。あんた何やってたの。私の戦車に傷つけ